戦争っていうのはね、やっぱりいきなり起きるもんじゃないんですよね。みんなにずっとそういった戦争に慣れさせる、雰囲気に慣れさせる、盛り上げる。昨日、鳥取市の国際交流プラザで行われた戦争展。講師を務めたのは鳥取市に住む清水明弘さんです。清水さんはこれまで沖縄の地下壕200カ所以上を独自に調査。沖縄は第二次世界大戦中、アメリカ軍などの連合国軍と激しい地上戦が行われた場所です。この辺りずっと兵隊が中で動きやすいように天井の鍾乳石を折って頭にぶつからないようにね、きれいに整備した後で、この辺りずっと人が歩いてこっちに座れるような段差が作ってあります。各地に残る地下壕は戦時中、住民や旧日本軍の避難場所として、また野戦病院として使われていました。今も眠っている遺品や中の構造を調査することで、ここで何が起きていたのかという戦争の実相を知り、後世に伝えようとしています。さらに2年前からは、報道カメラマンの浜田哲二さんたちとともに遺骨探しも行っています。今回の展示会では、これまでの調査で撮影した地下壕の写真や遺骨収集で見つかった遺品などを展示。銃弾が貫通し穴が開いた水筒に、火炎放射器に焼かれ炭になってしまったおにぎり。これらの展示物を直接触ることができるのが、この戦争展の大きな特徴です。まだ古くないところはちょっと本物の靴みたいな、そこの革靴みたいなのがついてる。中には集めたレプリカを使って兵隊の装備を体験できるブースも。実際に着てみて、その戦争を経験された方のその大変さが本当に身に染みて分かりました。こういったものを見る機会とか触る機会っていうのがね、やっぱりなかなかないと思いますので、そういったことでちょっとでも興味をね、湧いたりとか、後々なんか勉強した時に、そういえばあの時っていうのをね、思い出してもらえるようになればいいかなと思いますね。清水さんは来月も沖縄で地下壕の調査を行い、今後も展示会などを通して戦争について知ってもらう活動を続けていくということです。